いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです。今日もカクテルを作っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、で本日、使っていくお酒なんですけれども、ジンを使っていきたいと思います。でそして、このジンに、ね、何を合わせていくかといいますと、こちらが、ね、今回のポイントになるかなと思いますけれども、グリーンティーシロップを、合わせていきたいと思います。はい、抹茶のシロップですね。はい、でね、そちらに、まあ、トニックウォーターを最後にフルアップすることで、とてもね、ちょっとこう和のテイストというか、あのホッとするような味わいのカクテルができるので、ぜひぜひ興味がある方は試していただけたらと思います。あまりね、見慣れないレシピだと思うので、ぜひぜひ、見ていただきたいと思います。カクテル名は、GG トニックになります。それではね、早速作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。本日使うお酒がこちらになります。じゃじゃん、ピーフィーターさんから出てますジンになります。はい、僕はね、いつもこのジンを使ってるんですけれども、最近ね、ジンの種類は本当にいっぱい出てますので、あの自分好みのね、ジンを選んでもらっていいんじゃないかなと思います。いつでもね、あのジンの種類をね、いろいろ揃えて、それだけでなんかね、動画1本出したいなと思いますけど、まあ、それはね、おいおい、まあね、まあ、いつかまたのね、機会にということで。で、もう一つキーになる材料こちらです。じゃじゃん、モナンさんから出てます、グリーンティーシロップですね。ちゃんとね、言えます、抹茶って書いてくれてますね。抹茶グリーンティーシロップになります。モナンさん、本当にね、いろんな種類のシロップをね、出してくれてるので、本当にね、これがあるおかげでだいぶカクテルの幅もね、広がったりしますので、ぜひぜひ皆さんもいろいろとね、揃えてみられてはいかがかなと思います。そして、このジンと抹茶、このね、シロップを合わせて、そちらをね、まとめてくれるのがこちらですね、ウィルキンソンさんのトニックウォーターになります。いつもね、これもお世話になってます。皆さん大好きね、ジントニックの、まあね、トニックの部分にはなりますけども、はい、こちらを使っていきたいと思います。はい、よいしょ。それではね、早速作っていきたいと思うんですけれども、今回もロングカクテルになりますので、グラスはロンググラスを使いたいと思います。はい、それでは早速作っていきたいと思います。まずは氷を入れていきたいと思いますね。よいしょ。ちょうどいい大きさの氷を入れる。どうかな。なんでしょうね、この辺は。最近こうカクテル動画で、ね、出してるとこう氷がね、綺麗に詰めた時ってすごい嬉しいんですよね。ちょっと隙間がありますけどね、気になりますけども、これは良しとしましょう。はい、それではね、材料を入れていきたいと思います。まずジンを 35mm 入れていきたいと思います。よいしょ、ジンを 35mm ですね。よいしょ。そしてこちらモナンのね、グリーンティーシロップ、抹茶グリーンティーシロップを 25mm 入れていきたいと思います。よいしょ。ちょっとかな、まあ、個人的なね、感覚、まあ、感想なんですけどね、まあ、あのシロップって甘いじゃないですか。このね、抹茶のシロップ、抹茶グリーンティーシロップね、そこまで甘さがないような気がするんですよね。なんで本当ね、抹茶の香りだけがこう残る感じですね。甘ったるくなくて、とても美味しいシロップなんで、あのアイスクリームとかにかけてもいいかもしれませんね。あのアイスの甘さを壊さないと思いますね。そして、まあ、トニックを入れるんですけども、まあ、僕いつもね、シロップを使うカクテルはこの段階で一旦ステアするようにしてますんでね、ちょっとくるくるっとステアしていきます。よいしょ。するとね、氷がちょっと落ちるので、この段階でもう少し氷を入れていけばちょうどいいサイズかな。はい、きっちりですね。そしてこうトニックをよいしょ入れていきたいと思います。で、トニックは一応 120mm っていう風に書かれてますけども、まあ、おそらくね、これをフルアップするとちょうど 120mm
ぐらいになると思いますので、まあ、皆様のフルアップ、満たすと思っていただけたらいいんじゃないかなと思います。よいしょ。ね、今この漫画だと下が緑で上がね淡い緑なんで綺麗ですけども、混ぜます。よいしょ。はい、こちらで完成ですかね。はい、ではこちらで完成になります。GGトニックの完成になります。まあね、ジンのこのね、香り、得意の香りに、まあ、抹茶の、またね、香り、味わいが合わさって、でトニックをそれがね、飲みやすくしてくれて、とてもね、まあ、個人的なんですけど、和のテイストのね、美味しいカクテルになりますので、ぜひぜひ興味がある方は、まあ、今日ね、土曜日ですので、夜作ってみられるのもいいんじゃないかなと思います。もうね、僕もね、結構カクテル動画でね、ジンをしてますので、まあ、ジンはもう家にあるよっていう方もいらっしゃると思いますので、その場合はね、この抹茶シロップだけね、買ってもらったらいいかなと思いますので、はい、もう簡単に作れますんでね、ぜひぜひ、興味がある方はやってみてください。それではね、本日はこの辺で終了したいと思います。明日またカクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。